これより令和4年第1回松江市議会臨時会を開会し、本日の会議を開きます。日程第一、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則の規定により、議長において9番船木健二議員並びに11番西郡信行議員を指名いたします。日程第二、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日から2月15日までの8日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。日程第三、議第1号島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる松江市住民投票条例の制定についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。以上、上定市長。皆さん、おはようございます。議第1号島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる松江市住民投票条例の制定につきまして、その概要をご説明申し上げます。地方自治法第74条第1項の規定に基づき、有権者の50分の1以上の署名をもって1月31日に島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる松江市住民投票条例の制定請求があったことから、本条例を付議するものです。この議案につきましては、同条第3項の規定により、条例制定請求に対する市長の意見を付して議会に付議することとなっておりますので、住民投票条例の制定に反対する立場から私の意見を申し述べます。島根原子力発電所2号機につきましては、昨年9月に原子力規制委員会が東京電力福島第一原子力発電所の事故とその教訓などを踏まえて見直された新規制基準に適合すると認め、現在政府から本市に対して再稼働を進めることへの理解が求められています。これを受けて松江市議会、松江市原子力発電所環境安全対策協議会、島根県との共催による住民説明会において、関係省庁から直接説明を聞く機会を設け、質疑を重ねてまいりました。同時に住民説明会においては、インターネットのライブ配信、 YouTube チャンネルでの録画配信、ケーブルテレビでの録画放送など、可能な限り多様な手段を用意して市民の皆様に説明をお聞きいただける機会の確保とその周知に努めたほか、本市ホームページでの意見募集も行い、市民の皆様から幅広くご意見をいただいたところです。島根原子力発電所2号機の再稼働の判断に際して、最も重視すべきが市民の皆様の安心と安全の確保であることは論を待ちません。一方で、産業立地による地域経済の維持、地元企業の生産活動の活性化、雇用の保持・創出、その基盤となる電力の安定供給、エネルギーコストの低減など、私たちの生活に直接的な影響を及ぼす事柄についても、中長期的な目線を持って真摯に向き合う必要があります。それらに加え、海外資源への依存など、我が国の脆弱なエネルギー需給構造の克服や、温室効果ガスの削減をはじめとする気候変動問題の解決など、持続可能な地球環境を守るための俯瞰的な着眼も重ねていかなければなりません。こうした複
複雑に入り組んだ深遠な課題について結論を導くにあたっては、多面的、複合的な観点から議論を行い、注意深く判断する必要があると認識しているところ、今回、条例制定請求のあった住民投票に関しては、民主主義の有効な手段の一つと考えると同時に、このような難題に対して、本来、市長や市議会が担うべき意思決定の役割を、市民の皆様に押し付けることになりかねないという危惧も感じています。また、島根原子力発電所2号機の再稼働に対して、賛成、反対、保留という単純化された数の結果では、市民の皆様の思いを正確に捉えることができない懸念があります。賛成、反対、保留の背景にあるご意見や、不安などの内実を踏まえた上で、総合的な判断がなされることが肝要であり、住民投票には慎重であるべきと考えます。繰り返しになりますが、島根原子力発電所2号機の再稼働につきましては、市民の皆様の安心安全の確保、日常生活、企業活動、地域経済の維持、エネルギー安全保障、持続可能な地球環境の保持などのきめ細かい視点から総合的に判断する必要があるものと理解しています。従いまして、市民の皆様からの負託を受けた市長と市議会議員において、市民の皆様からいただいたご意見を踏まえ、責任を持った立場での責任のある議論を経て判断する方法が最もふさわしいと考えております。つきましては、本件住民投票条例の制定に反対の意見を付した上で、松江市議会に判断を求めることとし、条例案を提出させていただきますので、ご審議のほど何卒よろしくお願いいたします。日程第4、条例制定請求代表者に意見を述べる機会を与えることについてを議題といたします。議題1号議案につきましては、地方自治法第74条第4項の規定により、請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならないとされており、同法施行令第94条の2、第98条の2、第2項の規定により、請求代表者が複数であるときは、意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとされております。この際、お諮りいたします。請求代表者に意見を述べる機会を与えることについては、お手元にお配りいたしております。とおり、決定いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、採用決定いたしました。なお、地方自治法施行令第98条の2、第1項及び第3項の規定により、ただいま議決いたしました事項を、請求代表者に通知するとともに、広告及び公表いたします。失礼いたしました。告示及び公表いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。